え、これ話していい？うん、ライブの前にさ、なんだっけ、リハの前にさ、うん、ああ、てかリハの前に、来て早々ね、え、そう来て早々、てか来る前に、うん、アクアちゃんがそのあの LINE で、しおんちゃん今日さ、お願いがあるんだけど、前髪切ってほしいんだよねって言ってきて、いやいいけどハサミあんのって言って。したら、いや分からん、聞いてみる、切ってほしいんだよねって言ってきて美容師かな。そうで切ったんよな。そうなんか何でも いいから、なんかどうなってもいいから切ってほしいって言って切ったんだよね。やっぱりライブだからさ。そうそう、だからしっかり、だから私のみんなねステージ見た人はあのもう今日一パッツンになってましたからね。あ、そうだよ、あれはね、うん、めちゃめちゃ綺麗な切り立て役は本当にね。え、でもさ、そう、え、でもね、これは理由があって、私自分で前髪切れないんだよ、うん、え、なんで？ガタガタになっちゃうの。でも、うん、しおんちゃんは、うん、なんか自分で前髪切ってそうだなって思って切ってる、こだわり強そうだなと思って、前髪に対して、前髪はね、そう、前髪に対して、そう、前髪に対してのこだわり絶対強いだろうって思って切ってるね。自分で切ってるなって本当に、あの人自分で切ってる、切ってる、無理、美容師さんに切ってもらうの嫌なんだよねとか。いやいや、前髪だけは、前髪だけはね、嫌な、なんかね、前髪はね、こう、わかるね、疲れるからね、こうなんかショ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 って、わかるよね、しおんちゃん前髪さ、そうだからね、自分で切ってそうだよね。いや、いやだいや、偏見、はい、偏見そう、だからね、やだ、なんかね、変にね、好かれるから、すきばさみね。なるほど、前髪だけは守り抜いてるね、いつもすみません、前髪だけは前髪だけはちょっとそう、だから、前髪切るの上手だった、かわいいそうだよ、一緒、人の前髪切ったの初めてかも、ね、なんかでもね、何でもいいって言った。なんかね、本当にお眉とかになってもいいのって言ったら、いや大丈夫、本当に大丈夫だからって言って切った。初めて人の前髪切ったんだけど、前髪自分で切るよね普通ね。美容院か、シュンはね、美容院、こマジ超文句なんだけど、美容院の人、え、シュンはパッツンがいいわけ？なんかこうすかないでほしいの、こうなんかさ、わかる、すく、なんかすく、シースルーっていうの、なんていうの、すくやつ、シュンはそれをしないでほしいの。だから最初に言うの、あのパッツンにしてくださいって言うんだけど、なんか最後にどうしてもすきばさみで一発シュッて入れてくんの。いやいやいや、パッツンって言ったじゃんみたいな。違うんだって、すかないでほしいのに。でってそこで学んだわけ、シュンは。もうすかないでくださいってだから次の時に言ったんよ、あの次違う美容院に、しかも美容院にあんまこだわりないんだけど、次違う美容院に行った時にあの言ったんよ、パッツンであのすかないでくださいって言ったの。したらあのすかなかったんだけど、え、でもシュンは気づいちゃった。美容院の人ってあの縦にハサミ入れるじゃん、美容師さん、わかる？え、なんかさ、横に切らないでさ、縦にさハサミ入れるからさ、だから結局ジャギジャギになるなと思って、なんかよく見たらギザギザしてるみたいな。え、違うよね、パッツンがいいんだよなだからね、もうね、自分で切ることにしたなんかさ、毎回さ、美容院からさ帰ってさ、自分で切り直してた、なんかさ、自分で切り直してたんよ、美容院から帰って前髪だけ自分で切り直してたんだけど、もうね、自分で切ることにしたんだよね。